今日行くところは海沿いに行きます。お、海沿い、うん、で、多分船でお金も取れたの。あー、銭形平次みたいな感じの時に銭形船江っていうか、そうそういう名前の、そうそう、銭形平次みたいなお金を使ったとかいう表現かと思ったら、結構大きいのかな、気になるところ、ね、うん、でその後もう一箇所、うん、今日行く予定っていうことなんだけど、ちょっと天気が心配なんだけど、うち的には2箇所目に行くところが本命。おお。それは行ってからのお楽しみで。はい、それでは安全運転で行きまーす。はい、銭形砂へ砂へ、はい、やってきました。さっき間違えて言っちゃったはい、なんかさっきおおって言ってたのは見えてたの、本当に。うん、見えてた見えてた。おっていう感じだった、本当に。おっていう感じだった。へえー、多分ね、展望台に登って下を見下ろす形になると思うの、うん、おー、そういえば車で結構上がったもんね。うん、うんうんうん、結構高いところに今いるんですよ。うん、なので、ちょっと僕はまだ見てないので、楽しみです。行こう。はい。一応ね、駐車場が第1、第2ってあって、うん、第1は4台止めれて、第2のところには、まあ、こういったトイレがあって、イノシシ出没情報。はい。おーっていうような形で、トイレもあるので安心ですね。はい。ちゃんと整備されてるから。おっと、ちゃんと整備されてるからこその滑ったぞい整備されてても転ぶのかい。石がツルツルしてるからさすがむっちゃん。おお、お、本当に、うおー、見える見える。いやー、すごいね、これね。ていうかあれだね、色が綺麗だね、この自然の色のコントラストが。うわー、ほんとだ。関営通報、関営通報って書いてあるの。これ何、どうやって作ってるんだろうね。作ってるとこちょっと見てみたい ね。でも整備するよね、だって。いや、してるでしょ、だって風とか。うんうん。で、すぐまた向こう側に木があって、すぐ浜、うん、になって、もうこれは瀬戸内海だよね。うん、めっちゃ綺麗だね。うん、エンジェルロードすごい幅で出てるんだけど、これ本当だ、カメラに映るかな。真ん中に見える島が伊吹島と呼ばれていて、ちょうど春分の日と秋分の日くらいのタイミングにはちょうどあそこの島に日が沈むみたいよ。うん。
むっちゃんすごいよ。ね。思ったより寒くないからまだいられるね。そうだね。風は冷たいね。ちょっと冷たいかな。これサラサラ系の砂だよ。ほら、全然ベタベタしてない。全然ベタベタしてない。どうですか、むっちゃん。ええ。綺麗だね、綺麗。だからね、エンジェルロードがすごいんだわ、さっきからずっと。しかもね、こんなにね、幅広のね、エンジェルロードね、見るの初めてだから、ちょっとびっくりしてる。日没のタイミングだからなんだけど、オレンジの色でさ、すごい線が入ってるんだよね。あとさ、雲に対してさ、雲の上と下で世界が全然違うの。色が全く違うよね。うんうんうん、面白いよね。で、太陽から離れていくとオレンジじゃなくて、ちょっとブルーになってくんだよ。うんうん、空の色になってくんだよね、普段の。うん。美味しい香りがしております。カレーうどん、念願のカレーうどん、シンプルなやつですね。シンプルなやつ、揚げと一緒にいただきます。いただきます。明日から見上げるの、見上げるよ、もっと下から。肉が入ってくるって、ちょっと全部食べちゃうからね。いただきまーす。うん、いい出汁が出てるカレーだから、割とドロドロですね。割とドロドロ、うんうん、と言われればこっちの方が割とネバッとした感じになるさ、そういうルーが多い。ごちそうさまでした。